はい、今回はですね、またアクアリウムの方に戻りまして、お正月にですね、いつも行ってたアクアリウムショップに行ってきました。で、ですね、またちょっと茶色のサンゴがあったので、3つほどを買ってきました。はい、この3つをですね、サンゴまだ開けてないんですけど3つ買ってきました。はい、ではちょっと開けたいと思います。はい、開けてこんな感じですね。ちょっとこいつはブルーかな、多分、若干色が残ってますね。これもちょっとどうなのかわからないんですけど、まあ、早速ですね、水合わせして、水槽の中に入れていきたいと思います。はい、ですね、水合わせ終わりまして、サンゴの方、入れてもうレイアウト完了しました。ですね、前とちょっとレイアウト、配置替えはしてます。はい、でこいつですね、こいつはインドネシア産の、ブリードの個体だったと思います。で、まあ、何色になっていくのか、ちょっと楽しみなんですけれども、なんとなくですけど先っちょの方は色がちょっと出てる感じがするんですけども、はい、でこれがですね、ちょっとブルーだったらしいですよ、これは色聞いたら。で、これはオーストラリアのですね、サンゴだったようなことを聞いてます。はい、でまあ多分ブルー寄りになるんだろうと思うんですけど、実際まあ、どんな色になっていくのか、まあ、ちょっと楽しみな、個体ではあります。もう一つですね、こいつですね、スゲだったと思うので、これまあどこのやつだったかは分かりませんけれども、一部ねちょっと発火してるんで、もしかしたら終わっちゃうかも分かりませんけれども、まあ、こんなぐらいですね。部分的に色がこう右側の方がちょっと白っぽいっていうんですかね、褐虫藻が抜けたような感じで、左側ちょっと茶色い感じですね。はい、まあこんな感じですね。まあどういう色になっていくのか、ちょっと楽しみではありますけど、ザクッとまあ配置替えを、こんな感じ、こんな感じ。全体引いた画像がまあ正面から見るとこんな感じです。はい。まだまだちょっとサンゴが少ないんですけど、まあもうちょっとね茶色いのあったんで買いたかったんですけど。このご時世なんでね、あまり無駄遣いすると、この先どうなるかわからないんで、まあ、今回は3つだけにしました。はい、それではですね、また途中経過、まあ、1週間ぐらいしたらまた色が変わってくれるんではないかなと思ってますけれども、はい、まあ、今日はこんなところで終わりたいと思います。はい、お疲れ様でした。